のぼちちまこ店の人生はビーングッド。時刻は13時を少し過ぎたところです。のぼちちまこ店の人生はビーングッドの時間です。 MC はのぼちちまこ店です。自分のことをその日の気分によって父とかまこ店とかのぼちちとかのぼちちまこ店とか言いますのでご了承くださいませ。この番組はいつもの宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海を見れる素敵なスタジオではなく、本日ものぼちちまこ店のお気に入りの秘密基地より13時30分まで放送します。ツイキャスを見ているリスナーの皆様はお気づきかもしれませんが、今日ものぼちちまこ店の住処、つまり秘密基地から放送しております。実験的にいろいろな放送形式にトライしております。もしかしたら至らないことところが出るかもしれませんが、優しい気持ちで聞いていただけると嬉しいです。リスナーの皆様、最後までお付き合いくださいませ。さて、この番組は本日が9回目の放送になります。5月も最終の週となりましたね。先週もお話ししましたが、本当時の流れは早いもんですね。そして今日はもう一つお知らせがありまして、この番組ロボチチマコでの人生はビーングッドの放送時間が変更します。少し複雑なんですが、まず曜日が金曜日になります。そして時間が6時から7時までの1時間となります。その代わりといってはなんですが、毎月第1金曜日と第3金曜日の放送になります。だから月2回の放送になりますね。今までは毎週木曜日の30分番組だったんですが、月2回になることによって、1時間番組になるということになります。回数は少なくなるんですけれども、時間は1時間に拡大しますので、さらに充実した番組内容にしていきたいと意気込みを持っております。よろしくお願いします。引き続きお耳を貸してくださいませ。さて、沖縄も18日に梅雨入り宣言をしましたね。のぼちちまこ店の予想通り、宣言の後に雨が降らなくなっちゃいましたね。なんか感じ的には沖縄は梅雨入りしてもあまり雨が降らないっていうイメージが強いんですよね。なんとなくいつものぼちちまこ店は思ってることを口に出してしまって、一部の人の批判を受けることもあるんですが、梅雨入りしても雨が降らないのであれば梅雨入り宣言しなくてもいいんじゃねとか思っちゃうんですよね。そんな無責任発言をしちゃいます。でもリアルに梅雨入り宣言と聞いただけでも、もしくは梅雨入り宣言の情報を目にしただけで、県外の人なんかは、ああもう沖縄行くのやめちゃおうかななんて思うんじゃないでしょうか。しかし梅雨入り宣言って何のためにあるんですかね。何を目的にしてるんでしょうか。ちょっとよく分かんないんですけど、やらないといけない法律でもあるんですかね。勉強不足ののぼちちまこ店には分かりませんが、不思議でなりません。観光立県ということもありましてですね、この沖縄県は、もしですよ、もしのぼちちまこ店が沖縄県知事だったとしたら、いきなり突然なんですけどね、県知事だったとしたら梅雨入り宣言はなしにします。その方が沖縄に来てくれると思うんですよね。いかがでしょうか。もちろんその際は沖縄県の梅雨入り宣言後の降水確率とか、雨が降ってもスコールみたいな雨であるとか、そこら辺の情報をきちんとお伝えして、開示したいなと思います。で、知事でもないのにまたまた無責任発言しちゃいました。県外のリスナーの皆様の地域はいかがでしょう。
梅雨入り宣言はまだでしょうか。梅雨入りに関しての情報などありましたらメールや DM などで情報をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今日もロボチシマコ店のお気に入りの著書、沖縄文化への招待からピックアップして紹介したいと思います。そして先週読んだ漫画の紹介もしたいなと思っております。この番組ではご意見やご質問、番組内でやってほしいことなどメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgiroan.com。 またこの番組はツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しております。 FM ギロワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみくださいませ。皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。アプリのリスラジかマイチューンラジオをダウンロードしていただいたら、そういう環境が作れますのでよろしくお願いします。ロボチシマコ店もインスタグラムとツイッターのアカウントがあります。インスタグラムとツイッターいずれも DJ マコ店、 DJ アンダーバー MAKO10 で検索すると出てきますので、 DM などでリクエスト、ご感想お待ちしております。そしてこの番組は元ミス沖縄のビアップアドバイザーが運営するアロマリオの提供でお送りしています。元ミス沖縄のビアップアドバイザーが運営するアロマリオは女性専用の完全予約制エステサロンです。現役モデルのビアップアドバイザーから美に対するアドバイスもいただけますよ。ぜひインスタでアロマリオで検索してみてくださいね。そして先週もお知らせしましたが、アロマリオ主催で首里観音堂で座禅会を計画しているとお話ししました。日程が決定したそうです。来月の15日、6月15日の木曜日です。10年以上瞑想しているアロマリオがおすすめする座禅会はお寺という場所で専門の僧侶から指導を設けられますので、興味のある方は詳細をアロマリオのインスタでチェックしてみてくださいね。ではお話の前に一曲お送りいたします。
ロボチチマコ店の人生はビーングッド。おかけした曲は2013年のアルバム Are You a Gonna Go My Way 20周年アニバーサリーエディションからレニー・クラビッツ Are You a Gonna Go My Way でした。明日の5月25日がレニー・クラビッツの誕生日なんですよね。1964年生まれなので59歳になりました。実はロボチチマコ店はレニー・クラビッツのライブを本場アメリカで見たことがあるんですよ。本当変な話、全くレコード音源と変わらない声とギタープレイでしたね。いや思い出しますね。めちゃくちゃ迫力ありました。5年ほど前の出来事なんですけど、コロナという言葉も知られない時代でしたので、ライブのステージは大リーグの球場でやったんですが、まあ、人で溢れ返っておりまして、またそうですね、そんな日常が戻ってくるなと思うと、まあ、逆にその今失われコロナで失われた3年間のことを考えて少し切ない気持ちになっちゃいますね。この間そういう思い出ができなかった人たちもいるわけですからね、すごく切なくなります。早くそういう日常が戻ればいいと思います。もしかしたらアメリカなんかはもう完全に戻ってるかもしれませんけどね。 FM 小座で毎週土曜日の午後2時から放送している DJR10904 の琉球ソウルでもレニー・クラビッツの特集をする予定です。お時間がある方は聞いてくださいね。さて、冒頭でもお話ししました通り、本日も宮城信夫さんの書いた沖縄文化の正体から沖縄のことについて紹介します。今日は第4章沖縄県民の日常生活の中からウチナーンチュ気質を朗読して紹介します。明治政府による1879年明治12年の琉球併合までは琉球王国という独立国であった沖縄は、本土とは異なる独自の文化や県民性を有する。温暖な気候がもたらす夜型社会で飲酒を好む県民性や車社会という風土がその背景にあると言われている。各市町村には私たちは決まりと時間を守りましょうという住民憲章が今でも盛り込まれているのが多い。南国沖縄でゆっくりと流れる時間はウチナータイムと称され、県民性は定芸またはナンクルナイサなどとも表現される。幸せな人は曖昧な状況を楽観的に捉える傾向があるという研究結果がある。なぜ沖縄の人は悲壮感がないのか、なぜ沖縄は長寿県なのかなどの沖縄に対する質問があるが、その研究結果が的確に答えているとされています。まあ確かに、でも本当にあれですね、今でも決まりと時間を守りましょうっていう住民憲章が盛り込まれている地域あるんですかね。あるのかな、あるかもしれませんね。ただあのあれですね、もうナンクルナイサとか定芸とか、こう全国レベルで認識されているような気がするんですけど、ちょっと誤解されてるような気もしますので、まあ、そういったところも今後あのこの放送の中で説明できればいいなと思ってます。たまたまこの本の中にもウチナータイムとかナンクルナイサとか定芸と定芸主義とかそういう項目がありますので、あの後々紹介していきたいと思っております。それではここで一曲お送りいたします。
wish that I could fly into the sky so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, in all degrees, to anywhere I please. した曲はレニー・クラビッツの2000年のベストアルバムからフライアウェイでした。かっこいい曲ですね。ギターがうなってました。レニー・クラビッツのことをウィキペディアで調べてみたんですけれど、ちょっとこれネタなのかみんな知ってるかわかんないんですけど、高校時代同じ学校、ビバリーヒルズ高校という高校だったらしいんですけどね。高校もすごいんですけど、そこの同窓生になんとニコラス・ケイジがいるらしいです。調べてみるとニコラス・ケイジと同い年ですね、はい、お送りしておりますこの番組はロボチマコデンの人生はビングッドです。今日は FM 宜野湾のスタジオではなく、ロボチマコデンの秘密基地よりミス沖縄でモデルが運営するビアップアドバイザーのプライベートサロンアロマリオの提供でこの後13時30分までお送りいたします。さて今度は先週に引き続いてロボチマコ店が先週読んだ漫画を紹介します。先週に引き続いてではないですね、先週はビデオの紹介でしたから、今回はさすがにネットフリックスではございません。今日紹介する漫画は 100M という漫画です。この漫画家の先生はですね、魚に豊かと書いてウォートさんと読むんですけど、魚に豊かという書くとハモと読むんですけど、そのハモが好きなのでこの名前にしたようです。そもそもこのウォートさんの作品を読むきっかけはですね、ウォートさんが最近といいますか、2、3年前ですかね、出した地という地動説に命を懸けた人たちの物語の漫画があるんですよ。これにハマりましてですね、これは面白いということで、この人の作品をもっと読んでみたいということで検索したら、過去にさ書いた漫画がこの 100M という漫画でした。結構分厚い漫画で、
600ページぐらいあるんじゃないですかね。これ内容はネタバレになるので言いませんが、まあ、ざっくり申し上げると 100M は100メートルのことです。よって陸上競技の漫画になります。ある主人公と出会った、まあ、サブキャラみたいな、まあ、両方とも主人公と言えるかもしれません。この2人の、まあ、100メートルにかける物語です。まあ、いわゆる100メートルなので、まあ、10秒そこそこに命を懸けている人たちの物語なんですよね。これ漫画の中にもあるんですけど、このたった10秒ぐらいの中で、まあ、人生が大きく動いて変わっていく、上がったり下がったり、心の揺れがある、そういうすごく面白い漫画でした。なんかやっぱり先週の相撲の話に戻るかもしれませんが、やっぱスポーツっていいですよね。やっぱ肉体を使って何かを追求するっていうのはやっぱりストイックな感じで、まあ、ロボチマコでも個人的には好きなジャンルです。だから陸上競技もそういう目で見たらすごく面白いなと思って、今度そういう気持ちで 100m 走を見てみたいなと思います。それでは最後の曲に行きましょう。した曲はレニー・クラヴィッツのロックンロールイズデッドでした。これもめちゃくちゃかっこいい曲ですね。なんかこうアメリカで見たライブを思い出しますね。 LA だったんですけど、まあ、すっごい広い球場で大盛り上がりでした。もうこの曲聴いた時にもちょっと痺れましたね。はい。さて毎回お話しておりますが、ロボチシマコ展は好きなことやりたいことをすることで地球に笑顔が増えていくと本気で信じております。この番組もそれを証明するために放送しています。今日も本の話や漫画の話、レニー・クラヴィッツの曲をかけたり楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。皆様はどうだったでしょうか。今後も優しい心で聞いていただけると泣いて喜びます。今後もロボチシマコでの人生はビーングッドの番組内容を充実させていく予定ですので、よろしくお願いします。来週も皆様に有益で少しでも笑顔になれるお話ができたらいいなと考えております。番組に参加してくれた皆様ありがとうございました。お相手はロボチシマコ店でした。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。さようならで R